今回紹介するのは写真とイラストで見る西洋甲冑入門三浦健利作品集という本です近年漫画やアニメゲームなどの影響により西洋甲冑の人気が高まっている1970年頃より始められた国内唯一の西洋甲冑ち師三浦健利三浦茂利氏の活動により 現在までに数点の西洋甲冑専門書が出版されているものの国内ではまだまだ資料が乏しいまたインターネットで世界中から情報を入手できる一方で日本語解説は少なく情報の正しさを判断することも難しい本書は三浦健俊氏の作品を紹介する作品集の形で大判カラー写真を多数掲載し その解説を唯一の助手である著者が可能な限り専門用語を交えず言っている西洋甲冑を目で楽しむようにビジュアル中心に構成し誰にでも楽しめるようまとめられた西洋甲冑の入門書である西洋甲冑の入り口として良い参考書前半は三浦さん作成した甲冑ち写真集ですが 実物を眺めても見逃してしまう細かいチェックが入っていて、ええー、そういう作りなのと驚きます。後半は入門書ということもあって、ざっくりとですが、甲冑の歴史や変革を解説されています。今まで端的な情報が多かった西洋甲冑についての全体像を知るには良い文献だと思います。 とにかく分かくりやすいです。いで日本語の西洋武具の本はいろいろと読みましたがその中でも特にわかりやすく信用性が高いと感じました。約40ページは三浦氏が作られた作品の写真が解説とともに載っていて約20ページはカーチュウの進化の系譜やパーツの名称よくある Q&A など基本的な情報が載っています。 写真やイラストが大きいので、初心者や若い方でも楽しめると思いました。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。